駿河にある RV パーク花城さん、花城温泉さんの RV パークに来ました。まずこちらにお邪魔したら、ここのフロントで受付をしてください。ここがトイレです。ピカピカです。男子トイレピカピカです。こういう貴重品も入れれるロッカーもあるんで安心して来れると思います。コインシャワー24時間使えます。でトイレもここにあるし、ジェットスキーの保管場所、まあ有料だと思うんですけど、これいいな。これ魚釣り仕様のジェットスキーやな。これ欲しいな。で帰りはここにジェットを乗り付けて上に上げてもらうっていうパターンです。いいな、魚釣り仕様のジェットはいいな。本当欲しいな。キャンピングカーから考えたら全然安いやろな。この花城温泉さんは、これは一泊、今日は RV4500円ですけど、こちらは海水浴シーズン以外はただの駐車場、お金はいりません。ただ海水浴の時は確か1000円やったかな、1000円払って利用させてもらいます。で目の前が松原海岸なんで、釣り好きな私にはぴったりです。夕方の松原海岸、夕方早いから人がおらんのかな。ここは孫連れてきてもちょうどいいかわからんな。もう5メーターもないか、 3,4 メーター先に網があるんで、ここで孫を遊ばしても大丈夫かな。シャワーもあるし、この辺もいいかな。ここは松原海岸にあるバーベキュー場、まあ、もちろん予約して使わせてもらうとこです。にもうすぐ雨降りますよっていう雲やな、これ。でもあそこでやっとるし。うわ、しまった、ルアー持ってこんかった。追われてます。でかいのに追われてます。それではビールを飲んで1投目。風が強いんで全然当たりがあっても多分わからんな、これ。うわ、
ガッシーちゃん一頭目。うわ、すんごい魚食っとるこれ。あれ、ほら、あかん。うわうわ、何じゃこれ。そしたら雨降るせいで帰ったんですね。どうですか、40年、50年。はあ。で、今日夜までやるんですか。そう、1時までぐらい。はあ、元気ですね。今日、夕方来て3回目の釣りのやり直し。もう雨降るんじゃないかとか。風が強くなって、そのたんびに車に戻って、うわ、ちっちゃいけど、釣れました。あかんな、キスが強いな、ちっちゃ。でも今日は誘導天秤なんで、重り20号でこれぐらいでもちゃんと引きが分かります。なんでこんなんなの。ちっちゃいな。普通夜は大きいんやけどな。ちっちゃ。ではでは、お風呂に行きます。電動車ですか。この気配りがいいな。どうしようか。気持ちよかった。あ、キャブコン来た。キャブコンちゃんが来ました。ママおるかな。あ、ママもうおった。おりました。いただきます。いただきます。髪の毛が床屋でやられて失敗しました。ナスビみたい、ナスビのヘタ、ナスビのヘタみたいな、こんなんだと思って。ねえ、まさか散髪のあれではね、はしごしましたよ。一軒目に行ってやられたんで、すぐに二軒目に行って直してもらいました。床屋行って美容院行って直してもらって、こんなナスビみたいな。しゃあないな、相当だって最初ひどかったもん。全然買ったみたいなのかな。茶色の本パレードやけど、娘夫婦の分も作ってきました。孫ちゃんの分も。最近は毎日札幌クラシック
これがうまい。でももう売ってないよ。もう期間限定終わったみたい。そうなの？うん。もう近くのイオンで買ったんですけど、もう売ってますね。家にあるやつで最後だ。大丈夫。あと3箱ストックしてあります。うん。下手したら4箱分ぐらいあるんじゃない？うん。でもそれ飲んだらおしまいです。夜の RV パーク。結構暑い。こんなに外暑いの、これびっくりした。ちょっと海岸を見に行きます。夜の松原海岸、なんか電気を照らして魚取りしてます。何が取れるのかな。すごい楽しそうにやっとる。いいなあ、夜の海も。明日は朝4時に起きて釣りをしたいと思います。すごいキャンピングカー、バスコン。こんなバスコン見たことないな。5時の松原海岸、なんで釣り人がおらんのかな。海水浴シーズンで駐車場が有料になったとかな。なんでかな。よし、今日の第1投目。こればっかも場所変えなかんな、これ。最悪。
今日初ベラ。今回の松原海岸で釣ったキス、